こっちへ来い。こいつらだ。こいつらのせいだったんだ。こいつらが俺たちに神の怒りを招いたんだ。こいつとずっと一緒だった軍人二人は倉庫で首を吊ってる。最初から全てを知ってたからだ。違う、どうかしてるよ。ひざまずいてろ。おい、何をする。お前らも聞いて知ってたんだろう。山の基地で極秘に行われているアローヘッド計画、それが神の怒りを俺たちにもたらした原因だ。ジェサップにどへ。俺じゃない。俺はただあの基地に配属されただけだ。責任なんかない。嘘つけ。僕は地元生まれだぞ。町のみんなともほとんど顔見知りだ。あんた臆病者の泣き言をおやめ。でないとあんたの舌をちょん切ってやる。さあ話しなさい。話しなさい。わかった。話す、話すよ。噂は聞いてる。噂？そうだ、みんなだって聞いてるだろう。それで軍の科学者は異次元は存在すると考えてる。異次元の世界がこの世界を取り囲んでいるらしいんだけど、窓を開けて向こう側を観察しようとしたらしいんだ。その窓を扉にしてしまったんじゃないの。違う。僕じゃない、科学者どもがだ。科学者が。そうだ、僕じゃない。事故で穴が開いてしまって向こうの世界がこっちへ流れ込んできたんだ。自殺する前にそう隣のさんが言ってた。僕は話がよくわからなかったけど、僕のせいじゃない。僕のせいじゃない。そうよね。そう、何が起きても誰のせいでもない。自分では責任を負わないのに人のことは非難する。こいつはユダよ、裏切り者の。ユダめ、どけよデビッド。そう、あなた裏切り者。まだわからないわけ。見えないの真実が。これは私たちへの罰だ。私たちは神のご意志に背くことをしているから。神が古代から禁じていらした掟に逆らっているから。月面を歩いたり。そうだよ。それからあるいは原子を分裂させたり、あるいはそうよ、幹細胞の研究や中絶や、そして生命の神秘を破壊している。天の神だけが命を扱う権利が終わりなのに。アーメン。私にはわかる。やめろ。真実、私たちはだから罰を受けている。だから今最後の審判が下っているの。地獄の魔物がだから解き放たれた。そして燃える星が天から落ちてきた。違う。全てこいつのせいよ。違う、この男だ。違う、僕のせいなんかじゃない。こいつらのせいよ。こいつらが全能の神を暴徒にしたから。違う、違う。
今夜はもう魔物は来ないでしょう。明日はどうなるかまだわからないけれど、